前がご世だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。で早速鬼殺しをやっていきたいと思いますが、試験飛車風と来られましたね。これはまあちょっと鬼殺し対策をされてきました。なのでちょっと飛車を振って、で、まあ、ここもがっちり受けておきましょう。ちょっと囲いましょうか。片身の囲い、縦石流、まあ、これは桂交換はできますね。一回角も交換して、奇襲とはならなかったんですが、まあ駒の損得もなしで、あここはまあしっかり受けて、まあ、ここもしっかり受けておきましょう。で これは飛車交換になりますかね。2分30秒で、まあ、先に飛車を下ろしておきましょう。ただお相手の方も、これは、まあ、避けておいて、で8九飛車とかですかね。これちょっと嫌ですね。いやちょっとうまくやられちゃったかもしれないです。さあなんとかちょっとここを桂馬と竜で破られないようにしないといけないんですが、またふーっとか叩いてきますかね。そうですよね。どちらでとってもダメなんで、2分、ちょっともったいないですけど、角を使う。ただ、ああ、これちょっと無駄だったかもしれないですね。ああ、そう。さあ、お相手の方ももう、そうですね、ここにしつこくしつこく来ますよね。ただまあ、結構駒を使わしてるんで、それはまあ竜、歩なりには竜で受けようと思います。さて、ああもうかなり強引にこじ開けてきましたね。ここは守りきれないんで、そうですね、もう1分30秒桂馬を取っていきましょう。さ、まあ、状況としては多分こちらの方が悪いんじゃないのかなと思います。相手の方も次はシンプルに強を寄ってくると、成強を寄ってくるとかですね、あると思いますので、強引ですが桂馬でいきたいと思います。なんとかこう4一の金が浮くような形にしたいんですけれども、時間は勝ってますね。
このと銀は間に合わないんじゃないでしょうか。原銀。さあここに銀を打ち込んでいきましょう。この銀は取れば詰みなんで、これは30秒。よくぞやった。